ご紹介どうもありがとうございますこのイベント素晴らしいですね私もいくつかのイベントに参加したり話をしてきたしてきたんですけれどもほとんどのイベントははっきり言ってあまり面白くない <laughs> 今日は朝からエンジョイさせてもらっていますこういうところに呼んでいただいてパトリック本当にありがとうございます あのー、今日は森林セラピー、あ自然セラピーのお話をするんですけれども、今日の朝のトム・ケリーさんのお話にあったように、えー、先ほど、あそこの裏で、えー、自分を寄生するスイッチと、それを外してきました、そして想像するスイッチを入れてきたので、今日はどういうプレゼンテーションになるか分かりません、<laughs> <laughs> ここにバラが30輪あります。 これを見ると、まあ、きれいなバラなんですけれどもこれを見て皆さんどのようにお感じになられますでしょうか私はこれ赤いんですけれどもこういうのを見るとリラックスします、えー、大変驚かれると思うんですけれどもこういうバラを見た時その時に人がどういう影響を受けるかということについてはアンケートの結果しかないんですね今日本でも世界でも。 で我々はピンクのバラですけれども同じバラを使って見た時の変化というのを調べてみましたでそれは今日ご紹介しようと思います、えっと、まずあのこれはお帰りに、えーまあ、女性限定というわけではないんですが女性を中心に皆さんにプレゼントさせていただきますので受付で持っていっていただきたいと思うんですけれども3つだけ今用意してきましたんで、えー、3人の女性限定で。

あとは帰りにあのお待ちください、うんえっと、ここにですね、こういうスプレーがあります。これ、ヒノキのスプレーで、実際にヒノキから抽出したもんで、ちょっと遠いんで、あのなかなかで、これも受付に置いてありますので、後であので試していただきたいんですけど、これもえあのリラックスします。で、私も少々緊張気味ですので、自分にちょっとリラックスさせて、講演させてもらおうと。 <laughs> これは我々の実験風景を示していますでここでは北海道から沖縄まで48箇所の森で約1週間の時間をかけて実験をしました被験者は576名ですトータルでこういうところで実験をすると非常にリラックスするということは あるいは、そういうところ行くとリラックスするということは我々経験的に分かっているんですけれども実際にも先ほどと同じようにアンケートの結果しかないんですねでそれが体,でどう体の中にどういう変化を起こしているかというようなことを明らかにしたとで鼻の実験もこの森林セラピーの実験も我々が初めて出したデータですので今日ご紹介したいと思います。 まあ、なぜ自然の中でリラックスするのかということなんですけれども私はこのように考えています我々は自然の中にいて <laughs> 500万年経つわけなんですね人は人になって500万年経つとそのほとんどを自然の中で生活してきたんです99.99% 99以上 都市化とか人工化というのはよく産業革命以降というふうに言われますけれども0.01%にもならない我々というのは自然の中で進化してきて脳も肺も皮膚もすべて自然に対応して体ができてしまっているんですね2日前の科学誌の「ネイチャーに非常に面白い記事が研究論文が出ました えー、ちょうど200万年前のエンジンのデータなんですけど化石を調べたんですが、えー、10歳程度の、えーえー、少年と30歳程度のぐらいの、えー、女性の歯のこれ多分この2人は親子だと見られているんですけれども歯の化石で歯の、えー、歯石ですねこの歯石そこから、えー、木の樹皮森の中の木の樹皮と 果実が見つかったんですねですから200万年前のエンジンは森と深い関わりを持って生活していたということが2日前に明らかになりました人の体は自然に対応してできているとこれが私33年間研究者をやっていますけれども研究仮説です でこれが自然セラピーの概念なんですけれども先ほど申し上げたように我々は気が付かないんだ生まれた時から人工化された社会にいるので気が付かないんだけれどもストレス状態にあるんだとそれに対して森とか花といった自然由来の刺激を受けることによって体がリラックスしてストレス状態では低下していた 免疫機能が元へ戻るということが起きますまさにこれは予防医学なんですね今日本でもアメリカでもヨーロッパでも医療費というのが非常に問題になっていますで自然セラピーというのは病気を治すんではなくて病気にならない体を作ろうというのが目的でこれが普及すれば予防費医療費の軽減 というところに寄与できるのではないかと思って私は研究を進めています代表的なストレスホルモンであるコルチゾールでこれは森の中で取っているところですけれども唾液を使って取れるようになりました以前は血液でしか取れなかったでこれは森を歩いているところの風景ですけれども北海道でで胸に三つ使い捨て電極をつけているんですけれどもそれによってリラックスしたときに高まる 副交感神経活動とストレス時に高まる交感神経活動を1分ごとに測定するということができるようになった。これは釧路、えー、湿原の、えー、森林ですねで。これは長野の,の天然のヒノキの森で先ほどのスプレーはここの木から抽出したものです。で和歌山の世界遺産に登録されている、えー、高野山の樹齢400年の杉 でこれは沖縄の風景でこれは2月なんですけれども沖縄では2月でもちょうど気持ちよく森林セラピーができるということですで森で実験をしたり都市で実験をしたりして15分程度歩いた後を調べるんですけどそれを見るとそうすると代表的なストレスホルモンであるコルチゾールは森で歩いた後、都市に比べて12.7%低下していたんですね 都市といっても我々が普段歩いているところですそういうことが115人の結果から分かったさらに副交感神経活動というのはリラックス状態を反映しているんですけれどもこれはなんと103%増えた約倍になるんですね森で歩いた時と都市で歩いた時このようなことが分かってきたとでこういうデータをためながらですね森林セラピーの普及に使いたいでこれが、えー、花セラピーです で実際に今、後ろに映っているのが、えー、実験に使ったピンクのバラですけれどもこれを30本見たときの変化を見ようと、えー、先ほど申し上げたように生理的な変化というのはこれまでありません、えー、科学的なデータをためたいこれは高校で実験をしているところですけれどもこう花を見るそれから医療従事者それからオフィスワーカーと、まあ、こんな実験をやっていますでこれがその結果なんですけれども花を見ていないときを100と して表,あの表現してています100と書いてあるそれに対して緑色に書いてあるのは副交感神経活動リラックス状態を表すものなんですけれども29%の増加が分かったとで左側は交感神経活動,活動ですのでストレス状態で増えるこれは25%も下がるんです。 花を見るだけで我々はリラックス状態になるということが127人の結果から明らかになったということですね要するにフラワーセラピーもフォレストセラピーも生理的なリラックス状態をもたらすということがデータから少しずつ分かってきたということですそれでは次にネイチャーセラピーが必要な人というのはどういう人かということですね これまで、えー、33年間たくさんの被験者実験をしてきました多分1500人ぐらい、えー、実験をしてきたんだと思うんですけど結論から言いますとストレス状態にある人未病にある人に対して強い効果があるということ例えば、えー、ストレスホルモンコルチゾールという濃度は、えー、人によっていろいろ高い人低い人いますでストレス状態にある人はコルチゾール濃度が高いんですけれどもそういう人たちは大きく下がるんです それで、えー、もともと低い人たちってったのは変化分が小さいつまり未病の人げそういうお疲れの人に効果があるということが分かってきたということですねもう一度ご説明しますけど我々はストレス状態にあると森とかそれから花といった自然由来のものによってリラックスして免疫機能が元へ戻るんだけれども特に スストレス状態、お疲れの人に効果があるということは、まさに予防医学的効果であるということです。これを上手に使って、これからの医療費の削減というようなところまで持っていきたいというふうに考えているわけです。えー、今日は1本ずつの花ですけれども、小さなネイチャーセラピーで、今日、わずかながらもそういう恩恵にこもっていただければと思います。 森や花や、あるいは自分の好きな香りというものを使って、健康の増進ということに寄与できればと、それによって QOL を高めたいというのが、私の研究の目標です。どううもありがとうございました